さんという、そこにいらっしゃる森政子法務大臣がえ、わざわざ前例もなく、まあ、違法だという話、は後からしますが、やってる方、どういう評判の方かご存じですか、官邸の門番、官邸の代理人、官邸の用心棒と、会社によって違うんですけれども、こういう評価をされてるんです、まあ、この人が官邸の用心棒と言われてる理由もこれなんですけど、 不起訴の連続なんですよ、おかしな話が。まず、小渕優子元経済産業大臣の政治資金規正法違反、数億円の資金が、まあ、安倍さんの問題で今やってますけど、数億円ですよ、こっちは。これ、で、秘書は証拠になるパソコン、ドリルで穴を開けて、この話、ご本人は起訴されず、秘書が二人起訴されただけ。松島みどり、元法務大臣。 うちは選挙区で配った話も不起訴、甘利明元経済再生担当大臣、UR ・都市再生機構への口利き疑惑、大臣室で50万円、事務所で50万円、合わせて100万円受け取った、このことも2016年6月、不起訴、そして下村博文元文科大臣、いろんな容疑で告発をされてるんですよ。 で,でもいろんな容疑の中で、私が一番問題だと思うのは、例の加計学園からのパーティー券に200万円、不記載、不起訴ですよ。そして極めつけは、この安倍政権の中で一番私が頭に来ている森友学園、これのあの佐川信久元財務局長、国税庁長,長官、この人はじめ38人、不起訴なんですよ。 もうね続きすぎて、私、一個一個、昨日ね、これ、リスト作ってて、あの時もっと一個一個にちゃんと怒っとくべきだったと思うんですよ。